皆様こんにちは。社会福祉法人木山石川の提供によります番組ミュージックブレイク石川学院の時間です。担当は法人職員豊里文江です。よろしくお願いします。番組ではお聞きの皆様から番組宛にいただいたリクエスト曲の紹介を行っております。リクエストには石川学院にちなんで学院ネームをつけてもらっています。皆様からのリクエストをお待ちしております。それでは今日のリクエスト1曲目です。学院ネームポチョムさんからのリクエストです。ザードで揺れる思い。
お届けした曲はザードで揺れる思いでした。続いては学院ネームサミーさんからのリクエストです。 AKB48 でヘビーローテーション。お届けした曲は AKB48 でヘビーローテーションでした。
ここからは曲のご紹介をしてまいります。続いての曲はバックナンバーで、僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃない。
お届けした曲はバックナンバーで、僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃないでした。皆様、お届けしておりますのは社会福祉法人紀山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院です。ここからは曲のご紹介をしております。続いてご紹介する曲は西野カナで会いたくて会いたくて。
お届けした曲は西野カナで会いたくて会いたくてでした。続いてご紹介する曲は徳永英明で黄昏マイラブ。お届けした曲は徳永英明で黄昏マイラブでした。続いての曲は荒井由実であの日に帰りたい。
お届けした曲は荒井由実で、あの日に帰りたいでした。お届けしておりますのは、社会福祉法人木山石川プレゼンツ、ミュージックブレイク石川学院です。後半も曲のご紹介をしてまいります。続いての曲はミスターチルドレンで光のアトリエ。
お届けした曲は Mr.Children で光のアトリエでした。続いての曲はスピッツで空も飛べるはず。お届けした曲はスピッツで空も飛べるはずでした。続いての曲はスーパーフライで愛を込めて花束を。
お届けした曲はスーパーフライで愛を込めて花束をでした。お届けしておりますのは社会福祉法人木山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院です。曲のご紹介をしております。続いての曲はカーリーレイジェプソンでグッドタイム。失礼しました。 CD の調子が悪いようなので曲を変えたいと思います。続いてご紹介する曲はアレキサンドロスで渡り鳥。
お届けした曲はアレキサンドロスで渡り鳥でした。続いての曲はタイムフィールドで All the Way。お届けした曲はタイムフィールドで All the Way でした。皆様、今週も社会福祉法人木山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院、お楽しみいただけましたでしょうか。お聴きの皆様、曲のリクエストをお待ちしております。最後はワンダイレクションで What makes you beautiful を聴きながらお別れしたいと思います。この先も皆様の今日が良い一日となりますように。それではまた来週。